いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、無課金弱者連合ネオさんとのね、クラン体制の中から激戦したね、エリブレイをお送りしていきたいというふうに思います。このね、これね、私ライブでもイベントやらさせてもらいましたけども、たくさんの方ね、見に来ていただきまして本当にありがとうございました。またね、こういう楽しいイベントどんどんやっていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いできればというふうに思います。で、ちょっとね、本題に入る前に、今このね、画面に映っている、配置。これですね、クラメンがね、記念に作ってくれました。めちゃ可愛いっすよね。クリスマスバージョンということで、トナカイのね、絵をモチーフに、やってくれています。我々のね、クランロコはこれ鹿なんですけども、この鹿とトナカイとね、なんかちょうどその中間ぐらいの感じのね、すごい、可愛い絵になってますんで、しばらくね、これを使い続けて、動画のね、オープニングやっていきたいというふうに思います。さて、ちょっと前振り長くなってしまいましたけども、本日ですね、皆さんに見てもらいたいなと思っているのが、ソラパートですよね。ラバルをね、結構苦手にしてらっしゃる方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これ見るとね、めちゃくちゃラバル系やりたくなるっていう、そういうリプレイを、ご覧いただきたいというふうに思います。まずは、私の村がね、攻められた、これをね、見てもらいたいと思うんですね。一発目はね、なんとか、防衛ができたんですけども、二回目ね、全然毛色が違うアタックで、綺麗に全開持ってかれました。で、どういう感じでね、持ってかれたかっていうと、まずはね、これ、スーサイドラバルというね、いわゆる戦術かな、になるんですけども、ヒーローパート、今、ババキンが出てきましたよね。これによって、ギガテスラですね、こいつを落としていきます。で、アーチャークイーンも使っていきますね、ここね。で、それ以外、残った施設を全部ね、ラバルで、根こそぎ取っていくというような、戦術になっているんですけども、まあね、この方の、ラバル、めちゃくちゃね、勉強になることが多いです。で、ちょっとまずはね、一回このアタック、素で見てもらいたいと思うんですよね。順番を追ってちょっと解説していくと、まずは、バーバリアンキングとね、クイーンをここですね、ギガテスラのある区画にこう入れていきます。で、このギガテスラ、アーチャークイーンのクロークも、解放して追っていきながら、相手のバーバリアンキングを潰して、このアーチャークイーンはね、対空砲まで落としていくという格好になってますね。で、対空砲を落としたところでラバルパートがスタートしていきます。ラバルをですね、3時方面から、12時方面にかけてわーっとこう一気に展開していくんですね。この時点で主要の施設はほぼほぼ残っているのがわかると思います。防衛援軍と対空砲、あとギガテスラを1本、落としたものの、まだインフェノタワー3本残っているし、ほとんどね、罠だってたくさん残っているんですよ。で、イーグル砲もあるし、相手のアーシャークイーンもいるというね、この状況の中で、これって皆さん、前回まで伸びると思います？この今の状況だけパッと見て。僕ね、絶対にこれ、あ、守り切ったよかったって思ったんですよね。そしたら、もう、あれよあれよという間に、どんどん防衛が削られていって、で、気がついたらね、最後まで全開取っていかれちゃうと。まあ、いうような、状況になってたんですよ。まあ、非常にね、ショックでしたね。ここまで、なんて言うんでしょう。ラバルを見事に完封したと思わせておきながら全開まで持ってかれちゃうっていう、まあ、この状況。まあ、今日はね、これがなんで起こるのかっていうところに関して、まあ、私なりの考察っていうのをちょっとね、お話をさせてもらいたいなというふうに思っております。まあ、最後のね、インフェノターバンに関しても、まあ、こんなような感じで、綺麗にね、ボマーが、砕いていって、もうここですよね、最後の、ウィストに、到達するまでボマーがずっと生きてるっていうね、まあ、こんな状態で全開です。いや、お見事なんですけどね、なんでなんでしょうね。本当にこれがね、最初見たときは、わかんなくて、数回リプレイを繰り返しちゃいました。でね、ここで、2回目のこのリプレイでね、細かい解説やっていきたいというふうに思うんですけども、まずはヒーローパートはね、ちょっと、まあ、よくあるスーサイドの形ですよね。バーバリアンキングでターゲットを取ってから、アーチャークイーンを中に入れていくっていうことなんで、まあ、ここはね、一旦、置いておいて、まあ、そこの進行を見ながら、どうやってね、こっちの方、ソラパートを回していけたのかっていうところをお話ししたいと思います。で、ソラパートね、始める前の段階見ていくと、
まあ、村の格好的にはこんな風になってるんですよね。こんな風な形になっていて、よいしょなっていて、どう見たってこれラバル回すにはまあ回しにくいと思うんですよ。事実ここのところが最後まで残っちゃったわけですから、あのラバールのね、まあ、綺麗な回し方とは決して私はまあ言えないんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なんですけど、このオールモストキャリーさんね、あの本当にうまかったっていうポイントが、あのなんて言うんでしょうね、ラバルの天敵になる施設っていうのをきちっと分かって、そこをバシッと貫通してきたんですね。じゃあそれが何なのかっていうところをちょっとお話ししていくと、ラバル、一番ね、今このタウンホール12の環境下において天敵になってくるのは対空砲じゃないんですよ。これじゃ違うんですよね。インフェルノタワーとイーグル砲と、あと当然アーチャークイーン、あとは罠なんですよ。でこれをどういう風に貫通してたかっていうところが非常に重要で、これ見てください。これ分かりますかね。今ラバハウンドがこのど真ん中ここにいっぱい集まってきているじゃないですか、ここの対空砲に行ってからガーッとこっちにこう流れてきて、この対空砲に今向かっているんですけども、このタイミングでまず中心部にあった罠を全部解除していくんですね。そうすることによって後ろから来るこのバルーンの集団っていうのが罠にかからずに行っちゃうんですよ。まずね、これが1点目、すごい、あ、なるほど、こういう風にラバって使うんだって思った点ですね。対空砲のターゲットをあのバルーンから外すだけじゃないんですよね。トルネードドラップもこれ解除しちゃってるじゃないですか。でさらに相手のアーチャークイーンはこれスケルトンの呪文使ってこう体力を削ってそのまま倒しちゃうんですよね。で一番火力が高いところはグランドオーデのトームを使っていくと、さらに天敵もう一個、インフェルノタワーにはヒールの呪文使ってるんですよ。ちょっとこれヘイストと被って見えなかったかもしれないですけど、こうヒールがここに打たれてるんですね。ここにそうすることによって、まずですね、天敵となるインフェルノタワー1本目、ここに関してはもうスピード勝負で追っていってしまう。一気にここから出したバルーンをバーンとぶつけるんですね、ヘイスト使って。で、ここにあった罠、これは全部ラバハウンドがこう動いてくることによって全て回避しちゃいます。で後ろから来たバルーンたちっていうのは、まあ、ラバがいないんで多少ね対空施設のターゲットを受けるものの、まあ、単発なんか大して怖くないんですよね。バルーングランドウォーデンが推進さえいれば体力結構持つんで。で、そのね、罠が解除されてしまったために、この中心部でここですね、思いっきり、あ、ごめんなさい、思いっきりね、ここで、ラバーハウンドたちが解除した罠の上をバルーンが通過していくと。で、さらに最終この部分においてはインフェルノを飛竜で貫通していく。でも残りここはもう惰性ですよね。もうボマーが生きてるので対空砲がもうなくなってる中で言ったら、ボマーを落とせる施設がもうほぼないということでね、最後全開まで持ってっちゃったっていう、こういうことなんですよね。まあほんとね、これには参りました。これ見たらなんか、なるほど、ラバルってまあ、ホグライダーと違って罠の解除をラバでできちゃうんですよね。なので、そのラバが通った道は基本罠がないですから、後ろから来るバルーンが罠によって事故をするってことが、まあ、比較的少ないということで、さらにね、その結果によってもうバルーンたちがグランドウォーデンちゃんとついてさえいればガンガン進行しちゃうので、あのこれね、ホグライダー結構使ってた私もちょっともうこれやっぱラバー中心に切り替えたいなって本当にね思うようなアタックでした。これはね、あの非常に目から鱗、参考になったので、もうぜひぜひね皆さんにはご覧いただきたいと思ってね、改めてこう動画にしたというところです。で、もう一個ちょっとね、知ってほしいところが、さっきね対空砲そんな怖くないって言ったじゃないですか。まあ怖いんですよ、当然怖いんですけど、これ対空砲のダメージって秒間400なんですよね。まあ、すごい高いじゃないですか。なかなかにして高いんですけど、じゃあマルチインフェルノどうなってるかって見てみると8なんですよ。でこれ5波40なんですよね。ほぼほぼ対空砲のダメージとこれマルチインフェルノ変わらないわけじゃないですか、あのダメージ的には。だけどヒットポイントちょっと見てほしいんですよね。インフェルノこれ3000もありますよね。対空砲はそれに対して1400、半分なんですよ。
つまり対空砲よりもインフェルノの方が、耐久力が倍あって、かつ、まあ、ユニットに与える総ダメージの毎秒のね、総ダメージ量も同じとなったら、対空砲じゃなくてインフェルノをケアしたいっていう風に思いませんか。ここね、改めて私今回すごくね、感じた点です。バルーンを使う場合にはやっぱりね、インフェルノないしはウィザードの塔、この辺もねそうなんですけども、範囲系の施設っていうのをきっちりと、回避していかないと失敗しちゃうっていう話ですね。で、まあ、それをね、逆にやらかしてるのが私のこれです。今回ね、イベント戦でまあもろに2個消しちゃったんですけども、見てほしいんですね。どういうアタックかっていうと、まあ、食い火でですね、ここのところ、潰していく予定だったんですが、ちょっとまあ不手際があってですね、潰せなかったんですよ。その結果、この IT が残っちゃうっていう。で、それによって、ラバルがね、相当ミスっちゃったっていうところを見てほしいんですが、よいしょ、ちょっとね、早送りで進めすぎました。本当はね、こっち、なんていうのかな、この反撃砲の方に、クイーンが回らないはずだったんでね、これ残っちゃったんですよね。これがどういう風に効いてくるかっていうところなんですよ。これもちょっとね、ぜひ見てもらいたいという風に思っております。さあ、クイーンがこれで、イーグルを壊しても仕方ないからラバルを始めるわけなんですけど、ここですよね。インフェルノが残っていると、どん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 、見てください、これバルーンがもう次から次へこのスピードで落とされていくんですよ。まあ、ヘイストをね、ここに打たなかったっていうのもちょっとね、私のその判断の甘さなんですけども、もう、まあ、クロスボウ退治だからなんとかなるかなとか思って甘く見ていたら、あっという間にバルーンが落とされちゃう。で、この後もそうですよね、対空砲のターゲットをラバが集めてるんですけども、やっぱりね、インフェルノがどん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 、まあ、トウモを使ったから良かったものの、バルーンを焼いていってしまう。こういう格好でラバで対策がしようのない、かつ、攻撃力が複数に対してものすごい高い、耐久力もある、これはね、もうラババルを使う上ではもう絶対対策しなきゃいけない、施設になってくるんでね、ここをねよくケアしていきさえすれば、逆にね、ラバルすごく回しやすくなるなっていう風なことが、まあ、今回の気づきとしてねありましたんで、ぜひここを皆さんに共有したいと思いまして、まあ、今回私のね、このしょぼいアタックを最後に見ていただきました。いかがだったでしょうかね。今回の動画で、まあ、少しでもね、あ、空面白そうだな、意外と罠の解除とインフェルノさえ気をつければなんとかなんじゃねって思ってもらえたら本当にね、嬉しいと思いますんで、ぜひ皆さんも、快適なね、ラバルを回しを楽しんでみていただければというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。